きな水協連の明日は会社を休みます。乾杯。はい、乾杯。これも始めました。あ、ギャラリー皆さん、乾杯。今日もありがとう。あ、たくさんのギャラリーがありがとうございます。これなく全員酒飲んでますね。異様な光景です。ギャンピ飲んでないか。 那覇の夜の街であ皆さん、偉いですね、なんか気持ち分、なんかディスタンスをとっていらっしゃる、ありがたい、も今日も始まりました、はい、まだ最終回にはなっていません、よかった、無事3回目を迎えることができまして、今日も無事ね、開、え、放、ーね、の夜からね、あの平日の夜から3人、ちゃんと席に着くことができて、<laughs> FM 那覇ありがとう、ありがとうございます。ますこれからもよよろろししししくくおお願願いいまますす水 なんか徐々に徐々になんかちょっとやってるなこいつらっていうのがなんかあの広まってるような感じがしますね結構反響ありますよ本当に3回目にして早くも聞いてるとかいろいろ話聞きますね超ありがたいです反響ってあれですかあの聞いてるとかとかだってなんか暴言が多いとか暴言が多いそんなバカな殺すってワードが多いとかそれは言われて当然な人がいるから悪そうですね。 いいやいやだからもう3回目なんですけどあの1回目と2回目これだってあの終わった後とかさまあまあひどかったんじゃないですかねいやひどいすよひどいよね <laughs> ひどいよねこれ終わった放送終わった後二 2>, 2回目後半から記憶ないっすもんやばい,<は>い <laughs> 前回ね全く記憶ないですよそうなのこんなの大丈夫なのあってるこれでやってきた確かに成立してるんで確かにあとアイパーもさだってさこの前なんかつい ツイッターになんかあの寝てたたでしょあんた駅で 2> あそう僕2回目終わって帰るじゃないですかでどこら辺だろう巻き敷ぐらいからとても匂いが襲ってきて <laughs> あーそっかあのモノレールル。僕モノレールで帰ってるんで,そう,うでそうっすね石見れで耐えきれなくて結構近い、ね、下車してトイレして <laughs> で電車来るまでまたちょっと時間あったんで横なってたら電車2本逃しててダメでしょ駅に起こされて <laughs> もう終電ですよ。え、やばいよ<で>。沖縄で終電逃す人ってなかなかいない感じがする。なんとか終電で帰りましたけど一応は。<laughs> まあまあエリートだね。<laughs> エリートでしょ。だってしかもさ、それさあのカゴ持ってるんでしょん。<そう S 1> 酒がいっぱい入ってる。酒いっぱい入ってる。カゴ持って <laughs> ベンチで出てて駅員がこうもしもし終電ですよで。あ,あ結構珍しい光景ですね。<laughs> 駅員さんもやりがいあるでしょうね。沖縄でもやっぱこんな人がいた,つてに来たかと。 内地では多分よくある。内地ではね、おもらしたこともあるかもしれないけど、警察のなんか24時とかで、だいたい沖縄の場合、飲酒絡みの事件、多いですよね、あれ。やっぱそうかかねなん酔っ払いが寝てるとか。酔っ払いが寝てるよね、酔っ払いが寝てるは、なんか、あなたのことだね、要するに。要するに、ちょっとラジオやってただけなんですよ、みたいな。それもよくわからないですけどね。 ねえ、一回目もよくわかんない、あの、こっちのまで、何か、あの、ギャラリーで、俺、終わったって、何かを宣言してるんだけど、ちょっと。怖くて、見れなかったっ。です <laughs> あれは、見ない方がいいですね。見ない方がいい。はい、怖い、本当に怖い。<laughs> 番組が終わる可能性があります <laughs>。今日の助走、女装。ああ、そうですね、今日は、あのー、のれんがいの。ちょっと、今日、今日の女装っていうコーナーも。あ、いいですね、オープニングで。 ね、ちょっと、あのー、ツイッターにしか上げてない、あのー、今ツイッターだけに上げてるんですけどあの沖縄水教のアカウントでアカウントで、あのー、今日の助走ということでと、ね、紹介した方が良さそうこのラジオをする前に沖縄の,この近辺で一軒飲んでそこをちょっとあのまあ本日の助走ということで毎回ツイッターの方に上げててあ,、ね、そうそうあくまでこの番組はもう酔っ払ってスタートしないと嘘になるんでなんでやっぱりアップは必要なんでしっかり酔ってから。 来てますので毎回 <laughs> リアルドラマだからねこれ <laughs> リアルドラマでここに嘘はないです何 <laughs> だろうちょ,っとちょっとしたライブだと思っていただければねライブハウス,のスのそうですよねステージのということで今日は本日の女装これ紹介していいんですかあそうですねあのーまあ、特に店に許可とか取ってないんですけど、まあ、美味しいお店であののれん街の1階にあるおでん屋地下,地下1階あ地下,あ地下階か、うん、小谷というおでん屋で今日はちょっといっぱいやってきました今日もやったし昨日もやったんですよあそ お二方は昨日もやってるそう,そ,うそうですね昨日も完全に助走つけすぎてちょっとね <laughs> 飛び越えてしまって <laughs> 助,走助走でちょっとあのハーフマラソンからちょっと走ってしまってるんでちょっとね助走で息切れして休憩しながらあの来てますね今日はどっちかっつったらちなみに1回目も結局行ってるでしょ助走つけ1回目も一回目はあのアーケードこの平和通りのあそこの天国酒場っていうところで。 あなるほどあのビール56杯飲んできましたね一応今みんなでも8時までだね今ねあそうですねもうその時間なんでまあでも水球フレン的には別にそこまでベストタイミングであります、ね、空いてくれると、まあ、一応助走つけれるということで,、はい、そうです8時までもう振り切ってここに移動してはいスタートこれ結構戦いっすよ自分も自分がいつも遅いんだけど、まあ、正直まあ職場の距離とかの終わる時間もあるんだけどあの火曜日にねあの <laughs> 9時にあの <laughs> FM 那覇でほろよいで来るっていう状況を作らないといけないっていう中でやっぱり5時,いやもう5時どころか昼からさわするんですよねやっぱ多少はね多少はねこれプロですね結構プロですよこれ家帰ってからもちょっとめちゃくちゃちゃんとあのス,パスパスパスパってねなんか洗い物とか残ってたらやりたいですよこっちもそうであの生活の話なんですけどちょっと2人に報告がありまして私のお家のですねキッチンのねあの水漏れ 直しししまたいやだって今まであのお風呂場の,あの洗面台で洗ってたんで <laughs> ちゃんとカスはね捨ててからちゃんとティッシュとかで拭き取ってお風呂場の洗面台で洗ってたのでね <laughs> あのですけどもそうそう,そうそう今日みたいにやっぱプロにならないといけないんでパッパッとやっぱ洗わないといけないからちょっとでもあの時間をあの短縮するためにとっとと直そうと思って直しましまたよこれはあのこのラジオ聞いてるリスナーにも知ってる人は朗報ではないでしょうかそう 下バーベキューはね後片付けが大変なんですよ。ごめんなさい、外でたらい持って外の水道でカシカカ私がいつまでたっても直さないからね、キッチンの水漏れを。キッチン使えないっていうままああやばかったけど、長かったね、何ヶ月かぐらい直しなかったかもしれない。んか慣れたからさ、俺も洗面台で洗うのに。 <laughs> 俺直したのにも関かかわらず間違えてれれれ慣れないでください。間違えて洗面あのお風呂場い,い行ったもん。間違え直機も逆に。逆に <laughs> 間違えて慣れすぎてあの往復に取った。<laughs> あんなあの蛇口とこのなんていうの排水口の距離がめっちゃ近いじゃないですか。洗面所の手洗い台。そそうそうだよ。 あそうそうカチカチなる当たる当たる危ないカチカチの音がなんか割れそうでそそうう危ない鍋とか洗うとあそう一刻天然ならでもこれをね乗り越えたからでも洗い物苦じゃないね全然苦じゃないこれはあるいはこの水教ンのラジオがこう導いた直しというか生活が良くなったっていう生活が良くなったよいい早朝効果出てますね良くなったというか基準に戻った程度ですねああと もうさうちの,のリスナーの皆様のね、私のお家のね、トイレのドアもですね、まあ古いんだけどね、あの木のドアね、いつか、いつどやかね、朝起きたらね、大破してました。<laughs> もう何が起きたか分かんないねの、俺も。<laughs> も誰がやったかも、誰も分からないし。衝撃的でしょ、朝起きたら、倒壊してて。倒壊でよ。<laughs> そしたら、今日いる二人が直してくれた。僕と友也さんで <laughs> あ<の>直して綺麗た。に直してくれて。ありがとうございました。 あれはすごい、いやもういつも場所を使わせてもらってるんでいや水球でも壊すだけじゃなくて直す。破壊と再生す破壊と再生の繰り返しですね。延々とそのループが。ループっすね。今回はちょっと再生の話でことで私の生活の話本当にかっです。生活報告。報告とかみんなにも関係ある話なんでね。大事ですよ。大大事事水回りは大事ですね。 あのね、ただね,たね、10月から微妙に活動的になってて、あの全然家事ができてないです。あまあ、週末いなかったりとか、そうですよだからもう俺、あのまあ、この水郷よりもそうなんですけどね、ちょっと今洗濯物があのあの洗濯機に入ったままなんですよね、<laughs> あの洗ってからね、臭くなりますよ、あのまた洗うといけなくなりますよ。もうそうそなってます <laughs> ということで、えー、<laughs> 今日のオープニングトークはですね <laughs> あ、あとそんだけじゃないです、きょうはね、ちょっと最近寒くないですか、皆さん。だいぶひんやりしきょう、今日こっち来る前に、やっぱちゃんとシャワー浴びたいんで、浴びてきたんですけど、温度を2度上げました。<お>よっ <laughs> よっということは <laughs>、ということはじゃないです <laughs>。<laughs> 田ににも冬が来たた <laughs> から39度しししました楽しい 早く温める人を探なないいいとけですねそんなやつはいない今年中にそんなやつはいない水球ラしかいないよそれはそんなやつはいないちょっとメッセージもちょくちょく来てるんですけどありがとうございます早い見てね俺毎回来てくれますまこっちゃんこんばんはとありがとうございますまこっちゃんさんありがとう YouTube に起来てますよ無比一希の実さんから今日も素敵な狂ったラジオ楽しみにしてます冒頭は僕のせいでくださいねここからどんどん狂っていくのであれみんなは え今日のテーマをみんなはお風呂のお湯何度とかそういうのじゃダメですか。あダメです、ね。あの完全にダメです。ダメですか。もう殺す案件です。あそうですか。最近寒くなってきましたね。皆さんお風呂お風呂の度何度で入る派みたいなことで。一応僕は通年四十度です。なるほど。俺家だったら四十二度。高い。<laughs> 以上です <laughs> <laughs> も。もうこれはコメントいらないです <laughs>。またすみません、ね、イエピーからもツイッターからもあ,ありがとうございます。 フライヤー持ってきたから宣伝してくれと<お>まったこんな <laughs> いいです今ガバガバなんで<あ>我々終わってからやるんでちょっとそれもいいよそれもいいよあのうちのお店の名前出しなさい内,内容読み上げるは後で <laughs> ちょっとまた時間見てあと EAP もうパーフェクトじゃん今日初回から全部来てるそう,、ね、そうですねあの初回から来てくれるリスナーが <laughs> ヘビーリスナーがもう100点ですよ今のところ100%なんであ,あとメッセージで FM 那覇の奈良さん はいありがとうございます待ってた <laughs> 待って待って怖い怖いちょっと待ってこれこれはこれは待ってたでもその文字のみです奈良さんこれこれはプレッシャーなのかいやいやいやあとルルル沖縄さん、はい、下田さんラジオやってるんだあありがとうございますあのやりましたついに私長年の時を経て <laughs> あの <laughs> じゃ待ってど,どうしたんですかな何があったんだろう <laughs> なんか <laughs> あと、ごやさんもやった。あ、ごや、いいよ。あと、琉球アイドルのあかりさん。お、あ、琉球アイドルのあかりさん。スタンプで。あの、来てますね。スタンプ。お、寿司のスタンプ。ラジオの、コメント、あの。ラジオの。受け取った側がどう。感じ取ればいいかっていうことですね。お寿司のスタンプですか。あ、お寿司。あ、お寿司。あ、お寿司と書いてますね。俺は。あ、わかりました。ありがとうございます。あの、スタンプでも、全然、あの、コメントからね、あの。ぜひ、ぜひ、何でも。お待ちしておりますよ。 っていう感じでよかった、なんかちょっと落ち着いてきたんじゃないこれ。いやでもみ皆さんからいろいろコメント嬉しい限りですよ。うん、すみません、ちょっと業務連絡なんですけど、ツ<う>イッターの方に私のアカウントから、あのー、シモキャス私のキャスティングでもやるってって、そこからも、あのー、コメントを拾う予定だったんですけども、どうやら電波が悪い。ちょっとこれは考えます。1回目だけできた、一回目だけできたんだけど、<laughs> 今日どうやらできないっぽい。めっちゃ申し訳ない。ツイキャス電波悪いね。 いやいやもういやごめんなさい弱小コンテンツってか弱小配信コンテンツなんで私の申し訳ないすですあダメだ,だ,めだこれ本当にすみませんちょっと今日できないかもまあそれはもうしょうがないです、うん、はいはいはいちょっとじゃあ皆さんあの探してください我々とあの喋れる術を、うん、<laughs> まあもう三回目ってことでどうですかアイパーまだ緊張してますかいやもうないと言ったらおかしいですけど <laughs> まあちょっとオープニングのこの <laughs> オープニングのミキサーだけはまだ緊張を隠しきれないですがアイパーが全部やってくれてるからね <laughs> <あの S 2> そうそうこれ ラジオ大変なんですよ、結構。そうねで。もし僕が欠席したらたら、ラジオ止まりますよ <laughs>。風邪でも引きや。うございます。ラジオラジオ。あも多分さんは何が <laughs> 7さんがやってくる <laughs> これ下、下下田さんからのお願いで <laughs> いいですね。おい、ギャラリーおい。おい、ギャラリーおい。俺毎回。 ギャラリー、ギギャャララリリーー来てくれるのはギャラリーもう自分の部屋みたいになってる、全員が。<laughs> もう座,る座り込んで酒飲んでる。ソーシャルディスタンスどころか、もうなんかもう個室が出来上がってる。いや確かに、ディスタンスは取れてますよ、各びと。各人いや、ここに来るギャラリーってプロ客だから、発揮して。そうすね、プロだよ、これ。すごいね。<laughs> みんな、進めたい。ギャラリーのちょっと人集めたいんで、皆さん来てくださいね、FM 那覇の前。いや本当にここ、めっちゃいい感じなんですよ、あのガラス張りのね。本当に まあちょっとラジオで聞いてる方はちょっとわからないと思うんですけど本当にガンガン伝わってほしい。もう目の前にギャラリーで見れるようになってるんでそもそもあのレール駅だからねこっちすぐそこ駅前駅前だもんね。そうでの駅前なんで。もう見え場駅前といえば F.M. なハぐレんでちょっとしたい。だからこうラジオ今ちょっとメールもしたんですけど楽しい放送を見つけた飲んだくれに万歳と嬉しいですね。誰誰かわかりません。いや誰 匿名だかからこそなん嬉しいラジオネームとかないいやないっすねあでもありがとうございますさすらいのリストアドレスしかママはいいんすよ全然全然そうですよ我々は酒でつながってるみんなそう酒で繋がってる人がもギャラリーも電波の向こうのお茶の間もみんな酒でつながってるんですよお茶の間茶の間酒の間酒のまそうそうっそれいい酒入れていいですか なくなったんでいや下モさん3回目どうですか ?1 回目、2回目、3回目ってなんかまだ全然なんかシモさんの本領発揮されてないと思うんですよ正直本領発揮っていうのは僕の昨日のツイキャスのことですかね, <laughs> すね泥酔して記憶がないですね裸で沖縄そば食べて<う>い,やいやもうスーパー<日>デンジャラスゾーンっすね、あのー、昨日のツイキャスなんてあれをやってほしいんですよラジオであれをやってほしいラジオで昨日下田さんツイキャスしてました夜中からやっとやって全然記憶ないよ裸で 沖縄そば食べてるだけなんですよ喋 <laughs> らずあそうなのめちゃくちゃ面白くてそれがいやだからもうツイキャスをやってることをボタンを押したことを覚えてないんだはず多分そうそうしかも終わり方もなんかめっちゃ切れて切れたもう一回きょうよりバンって切ってかっこいいねその後にあれ終わってるだから <laughs> <laughs> 全部入ってる <laughs> <laughs> こなんですよ何これをここでやってほしいですかそうっすねこれだハードル高いっすよだからだってあの一応火曜日なんで あただ11月やばい日が2日あるっていう話をさっきしたと思うんだけどね<ー>ちょっとちらっと言ったけど要するにいつ一番恐れてた事態っていうのはこの「水曜日のラジオか」毎週火曜日なんだけど要するにね本当に次の日が祝日まあ自分は祝日休みなんであ、はいはい。本当に次の日が祝日で休みか火曜日が祝日休みかっていう日が11月2日あるんだよねこれはすばらしですかカレ,カレンダー見てほしいんですけど <laughs> この2回の回はぜひねあの聞いてほしいしできればゲラリに来てほしいかなと思いますね確かに勤労感謝の日とかですもんね裸で沖縄そば食べてる可能性がね結構あるんでそうなるとちょっとエフェメの方の大城さんが飛んでくる可能性あるんで大丈夫です <laughs> 裸はやりましょう裸はやらないですけど裸なしで飲食をちょっと <laughs> めちゃくちゃ怒りながらなパスタとか食ってるのが。 まあこれがまあ怒りのペペロンチーノという、はい、ちょっとねよくわからないんですけどでもあのただあ勤労感謝の日？うん。十一月の休み。そうすよ確か。いやもう明日は会社休みます。めちゃくちゃもう明日は会社休みます。<laughs> <ず>あのバッチシな,な一番いい日じゃない。<laughs> バッチシな一番いい日じゃないですかこれめちゃくちゃ。もう感謝するよねめちゃくちゃね。いやそれはしますよ。<laughs> <う>いやもう感謝をあの込めて込めてまあその放送に託そうかなっていう感じで。 休,休日ってことは前日遅くまで飲めるってことですかねなもうほんとそうだよね。休日ってことはそうそう勤労とかどうでもいいですそうそうそう<係>。そうあの遅くまで飲める。水曜が休みってことはそう今日は飲める。あの火曜、我々のラジオのに結構あのお酒飲んでも大丈夫な日で火曜日が休みってことはえっとラジオの前。前がひどくなるパターンですね。前、要するにいやこの日がやばいと思います、私は。これ9時でしょうで12時ららいから飲んで そうね、我々 <laughs> <っ> <laughs> この日が一番怖いですよね <laughs> <の>本当に会社休みかねないですよねあの水曜日その祝日が勤労感謝の日と文化の日なんですよ文化の日酒も文化ですよこれはバッチシじゃんあ一応音楽の番組でもあるんだいな<あ>これ一応半々ですよねそうそう <laughs> ということでちょっとそれまではちょっと放送回を重ねてちょっとも,もうもう最うかやば いやだからもう3回目にして、やっぱりようやくこの火曜日毎週ここに来ないといけないっていうことのすごさがちょっと分かったかなっていう<ー> 1>,、ね、1週間、めちゃめちゃ早くないですか早い先週からの早い,早いとっても早いですいやでもやりがいあるよね、ありますね毎週この番組があるっていうのがすごいいいと思うよ思 <laughs> 何言ってんだろう <laughs> <laughs> 危ない。 ラジオ何回目オープニングトークていうこオープニングトークいつまでやってんだっていう話でこのままいくとのつもりなんですよ今日酒の失態談のコーナーがあるんですけどこのラジオ番組は「エリートのんべヱ酔いどれ会議」っていうコーナーがありましてこの間作ったんですけど突発的にせっかくだからありとあらゆる人の酒の失態談を募集して紹介していこうと思ったんですけど と思いつくのが遅すぎまして、キンキンに <laughs> 発表したんでまだ、あのー、ちゃんとした投稿来てないんで、我々の失態談から先に紹介した方がいいのかなっていう,う、ね。まあ一番下の方なんていうを、そこの,底の方を紹介すれば、こんなここまでの失態をラジオの電波で発信していいのかっていうのが一つの基準はやっぱ作っとかないと。俺あのー 割とほやほやのまあまあ失態したネタがあるんですけどこれは先月ホヤホヤだ実家の, <laughs> あのうち両親宮古島なんで宮古の実家に帰って、うん、でもう,うちのお父さんも亡くなったので、うん、この仏壇とかお墓とか、うん、そういうのを全部あのこの僕らに任せていいよっておばあちゃんに安心させに行ったんですよ任せろって。 お墓もあの宮古島から本島に移して仏壇も今の浦添の家に移してとかでそれ言に行ってで着いたその日にまあ兄弟で実家で飲んでたわけですよああまあ実家宮古島の実家で飲んでてでまあ盛り上がりすぎて。 久し,久しぶりの都だし実家だし兄弟で飲むってるのもめったにないんでそれでなんか盛り上がりすぎてあで気付いたらもう朝なってて <laughs> 結<構>そしたらんかもう仏壇の目の前で普通にお熱唱し,してて <laughs> <laughs> これあこれちょっとやばいなと思っていいですね <laughs> 朝から早朝から畳にに干してて、えらいっすね、そうそう、そしたら畳干してるときにおばあちゃんが見ちゃって、ちょうど何してんのみたいな、あおねしょしちゃったあええー、みたいな感じになって、もうなんか、安心させに行ったのに、すごい不安にさせちゃって、30歳も超えてるのに、もうこんななったら来ないでいいよみたいな感じ。ゃさせるこんな いやでも畳干すってすごいっすねなんかあの布団洗うまでだったら分かるけどいやもう畳直金だったんでああ地で時間もでしょ時間もでしょういやなんかもうそれをちゃんと干すっていうところまで頭が回る時んでもう30代っすねでも <laughs> <laughs> か不安と安心がどういやなんか偉いなと思うとってもいやほっときゃ乾くだろうじゃないそこはいやそれはそうっすよやっぱ干さないとすごい迅速な対応するのを 他にあと二三回以上見てる。けど <laughs> <laughs> やばい、上昇じゃん。あれ、そうだっけ。上昇じゃん。知らないけど。あの。まあ、新小岩とか。アウトアウトプットの。楽屋とか。<laughs> アウトプットは。あれはアウトプット。あれはひどい。アウトプットはだめじゃない。あれはひどい。<laughs> あ、旧旧アウトプットの、うん。あ、だから、もう。新アウトプットじゃないか。もう時効です。<laughs> もう、もう。もう、建物がない。どういうこと。建物がないから、大丈夫ってこと。<laughs> おも、おも、おも、かわ、乾いたとか。 あのー、おねしょももうどっかに行ってます店長怒るよ店長が<で>店長怒るよ <laughs> 大丈夫っす大丈夫っすかまただこの大丈夫真面目に <laughs> 全部大丈夫っす本当にあの実家行っておねしょしておばあちゃんにがっかりされるっていうこの情けなさいやでも30過ぎておねしょしておばあちゃんが嘆いてるんですよ嘆いてるやばいっすよこれ <laughs> もう来ないでよこんなだったら来ないでいいって <laughs> いや <ー S 3> お,おばあちゃんより先にあのおむつする可能性が <laughs> <laughs> ライフリー <laughs> 確かに <laughs> そんなこと言ったら下田さんだって結構やら,やらかしい連発です,、まあ、ですからねから下田さんの方がやっぱりいっぱい持ってるんじゃないですかいや私ちょっとわからないのであの <laughs> 石油ぐらい <laughs> 何が起きたか大体わからないですい下田さんん常に更新してるんで <laughs> そうあのさっきでも智也がさ今あの兄弟と久しぶりに飲んだとか言っただろうね智也のね、まあ、お父さんが亡くなったあの、まあ、いわゆる<ー>法事じゃないですかああおつや通夜かおつやもまんまじゃないもうつやこの3人とうちの身内で飲んでましたから、ねうん、あ僕と正太郎は呼ばれた呼ばれたそのお父さんの前に呼ばれて智也の兄ー,ーがいて智也 <laughs> の兄ー,ーがいたら と前のニーニーがめっちゃお酒いっぱいくれてご機嫌でそうですねめっちゃお酒くれて楽しかったです俺からしたらそれなんですよでもあとから話聞いたらそうじゃなかったといやもうまあまあやらかしてま私はとりあえずトイレであの土砂物土砂物にまみれて倒れてたと下村さんいないけどみたいなであってその建物が結構ちっちゃめの建物で 今流行りの家族層ってやつや小さめの総採ホールなんですよねででそこはなんかあれですよね泊まれるようにやっててもリビングみたいなのがあってうそ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 うでしたでトイレとか風呂も全部あってあ確かにそうでした飲にはうってつけの感じです冷蔵庫もあるしさで下田さんがいなくなって,てトイレであの便器の横で倒れてて <laughs> 一応便器内に土砂物がちょっと <laughs> 土砂物あ,あ偉いですねそれはいやあの友やのお兄さんたちがねすごいあのー <laughs> アパネットなっちゃってそれは遠回りもそうなるわと思って血だなと思っていやいや本当にしかもこれお母さんとか内緒でやってんでしょううちのお母さんは多分このこと知らないですけど一応遠回しにはってきましたよ友達がゲロ入っちゃってみたいな遠回しじゃないじゃん飲みすぎて飲み過ぎてっ言ってるじゃんもう。しかもあのすぐそばにローソンがあったのにそこの焼酎在庫全部買い占めてるんでうちらが であの全部台所にはカンカンがもうおびたしい数のカンカンがあってこれ数協連イントモ家やんけもう全然でもあれはそうっすよねのモやさんのおやじさんはお酒好きで楽しくやってる方がいいそうだったそんなふうに言われたお酒やめるぐらいだったら早死にするぜっていうタイプだったんで多分めちゃくちゃ喜んでますあの日それよかった島尾さん覚えてるか分かんないですけど乾杯したんだよ線香めちゃくちゃ立ててなんか。 それ俺の家でもやったよね <laughs> <laughs> あの。あおっければいってもんじゃないかもしれないけど気持ちだよね、それは。島田さん家で飲んでる時にふと思い立って「ちょっと島田さんのおばにボーナスあげようぜ」って言って <laughs> <あの S 2> 内壁を <laughs> 全部を<こ> <laughs> <うね S 1> 家中煙たくなって <laughs> あの内壁の灰がね飛びまくってね <laughs> 地獄でしたね大体次の日起きてからいろいろ考えるんだよね。めっちゃ灰が落ちてるから掃除した <laughs>。 ちゃんととねねしないい、ね、あのー、いやでもおばなんか買ってるはずですよ何かあでもこっから金運上がった気がする俺 <laughs> なんかめっちゃなんか金運が上がった時には昨日分からないって文句言ってたけどね <laughs> <あの S 2> <laughs> なんっとでこんなくだらない話してるか分かんないですけどこの番組はあのいやお酒の失態なんていう話です <laughs> 沖縄のインビーズバンドをインビーズアーティストとかを紹介するっていう趣旨なので もう半半ですよ <laughs> もう半分,半分終わってる今の今さらでしょう <laughs> 完全に自分の話のんかこう <laughs> なんかちょっとやりすぎたみたいな感じで沖縄インディーズは僕らの話を知りぬぐいするためにあるわけではないですよね<う>ちなみにね <laughs> 今日出るゲストの今日はメカルジンさんだからの予定なんでちょっとやめて <laughs> 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 結構ひどいことになる <laughs> 大先輩じゃないちょっともう。 おもろしの話の後に。沖縄インディーズ。ね、これしっかり、下田さんどうですか紹介を。紹介いろいろと。コーナー移っていいんですかもうもう移ろもう移ろ三十分なるから下田さんとジンさんの。なんすかれそめみたいなやつ。なれそめ的な。なれそめ的なやつ。なれそめれめじゃないよ。ちょっとやめなさいよ。なれそめとかもう。あん。 え分かんないっす全然,<え>全然分かんないです<え>いやもう気づいたらもう染まってたみたいな, <laughs> な<んか笑>あそっかもうこれゲストコーナーこれゲストコーナーですかもうゲストコーナーってゲストが来てるわけじゃなくて今日の,そのピックアップ、あのー、アーティスト的なやつそうですでも今後呼びたいですよねもちろんちょっと,ちょっと、ね、FM の中でのアコースティックライブとかしてもらってアコースティックライブいい、ね 人数制限が今あるってことはできない僕ちょっと話していいですかこの前希望学公講演でやったじゃないですか水教練で弾き語りやって神さんも来てくれて「公演だけどいいんですか?」みたいな結構なんかこういうの好きだよみたいな感じでこんなんか気さくなちょインディズバンドだなんか間違った 間違っ,てないっす <laughs> まあまあそういうなんか貴重なギターキッズというか少年のような心を忘れずに,れずにそ、ねそね、結構もう水協連もレギュラーメンバーじゃないですかあのイベントの方であの弾き語りイベントの方の水そうすね。結構出てくれて先月も実はあの告知とかしてないんですけど普天間で裏水協連があったんですよだからね俺も急になんか連絡来てたけど<う>みんなでやったんだよねやりましたそれも仁さん来てくれて おまあライブというかあ,あの時だって僕と也さんとはじめさんと竜也でし兄さんの5人でしたもんね、うん、もう本当になんか飲みながらそうね思った人が来たら弾くみたいなう、ね、もうまさにいい形でしたよねああ<ー><は>いいねあこの5人でも水教練って呼べるんだよねそうですね,そ,うだよねそれを番組中にやれたら一番いいんですけどねそうね本当は ちょっといろいろと会場が来たら人数がスタジオブース内に入れられたらやりたいね、全然。まあ外に今いる人たちもね遊びに来てや。いや。よっしゃ。外、なんか人が吹いてね、これ。おっと、d j イパー。もうい、いきますよ。d j イパー、曲いくってこと <laughs> 曲いくってことじゃあ、ンさんの曲いきましょうかじゃあ、<laughs> 一曲目。 ま聞いてもらってお<ー>ジンさんメカルジンの曲だ <laughs> 適当すぎ ネカルジンでオールドルーキーでしたね。キレるナイフ。この曲はもう一発で印象残りますかね。そう、キレるナイフ。キャッチーなのに。なんか。なんて言ったらいいんだろう。キャッチーだし。古臭い感じもするし。少年臭い感じもするし。音が熱い。うん。分厚い音ですね。ゃゃですねまあまあ、この後も、ジンさんの曲ちょっと。 また一曲ファーストから流しますよファーストからなん <laughs> でかって言ったら今日私危なかったです音源を持ってこいって言われてたのにバスを一本逃して走ってて一本逃したからよかったですだからその次のバスに乗ったんですけどその間に友達のツイートを見て今日今日は <laughs> 今,今日は切れるナイフの人流しますみたいな <laughs> やばっ <laughs> と思って俺もうバス逃してよかったですあのその次のバスの街の間に気づいて 家にあの取りに帰ったから、今流せました。本当にギリギリできてますね。ギリギリっすね。友やツイートありがとう。で、今曲流してる間に、あの、またメールが来てて、ええと、ラジオネーム中さんはい。その中さんの「中」は小中の「中」ですね。さんそっちの方か。水郷の人ですね。飲みすぎて漏らしたことあるけど、ショーはないんだよね。台だけだな。 自己嫌悪すごいのよ。<laughs> <laughs> だいぶハードな。<laughs> これさ何を言ってるんですか。うんこ漏らしただけじゃないですか。ただ今の話聞いたら。なんか上をいった人ですね。言い方が大したことなんかショウは別に。ショウではどう。ショウほどじゃないけどみたいな。いや大の方が結構でかいんじゃないですかね。大ってメンタルやばいでしょ。下手したらもう小学校生活終わるパターンですよ。ね<え>。そ,そうですね。あの小学校棒に振る。いや文字通りショウと大ですだって。小学校なんてもううんこしてるだけでなんかいじられる。 しかも公式作らのぞかれて、あ<っ>、よよよ、あいつうんしてたよみたいな、うんこマンです、してたよ。ちゃんとね、公式のあのー、ね、市の機関でさ、しっかり個室でまだまずはドアを閉めてしっかりやってる排泄行為なのにそれでも文句言われるんですよ、小学校は。あれ本当に良くないですよね。公式で文句言われるんだからこんななんか良くないことで漏らしてしまったらそのちょっともう危ないなこの人ね。だから今小学校とかは人ですね、小便,便器なくなってきてるんですよね。そうなの？小便器なくせば全員<あ>。えー おお、個室に入るからもうる社会問題だ分からなくなるというか<ば>い <laughs> 超社会問題だすごいうの小学校もあるみたいですよマジ<ご>っすかちょっとドアは壊さないでよ<ー>いやでも今ちょっと一個思い出したんですけど <laughs> <laughs> 小学校の頃にトイレにあのうんこがついたパンツが捨てられててそこによしやって書かれたんですよ <laughs> <laughs> で 学年にシアが2人いて1人は圧倒的に権力持ってる知念シアなんですよヤンキーの名前出してお姉ちゃんも裏添いでめちゃくちゃ有名なヤンキーでもういろんな伝説があるやつでもう1人のシアは割とおとなしめない吉谷なんですよだか自動的におとなしいシアになすりつけられてあいつうんこもらしてパンツ捨てるぜみたいな感じになって

まあさっきのじんさんの話からもつながるんですけど、この11月、今度11月の27日土曜日に、水教連またあの日語りイベントをやります。はいはいはい、そうそう。しかも、インナゴ、インナゴ、来た、セッのアダンホテルっていうホテルがあるんですけど、ちょっと僕の先輩が経営してまして、まあ屋上で自由にやっていいよと。自由にやっていいよ。僕は行ったんですけど、最高っすよ、ああそっか ちょっっと俺断ったんだそうそう名護の夕日を見ながら<お>夜になったらなったでまたすごいいい雰囲気で月明かりで全部見え, <laughs> 見える感じもう月明かりがすごくて名護の <laughs> もうライトいらんぐらい <laughs> 名護の夕日を見ながらすごいあの素敵なロケーションで僕はも思わずアカペラで暦の、えー、月のように歌ってしまいましたアカペラで最強 <laughs> ですねアカペラでやってねあのすごいいいロケーションで自由にやっていいんですかそう,ですうんこも漏らしていい うんこも漏らしていいし、うん、しっこもあの屋上の角でやっていいって言 <laughs> ってますいい。それはそれはあの恋,恋にやってるやつだからちゃんとトイレ行った方がよくねそれは夕日見ながら、ま、本人がやってましたからね夕日見ながら、まあ、その、うん、名護のアダンホテルの屋上で水郷ょの弾き方ライブをやりつつ <laughs> はい見、はい、に来たお客さんはもうあの泊まっていいように宿あそうね部屋でちゃんとベッドで寝れるようにむしろセットじゃないとまずいよねそうそう,そう 名護まで行くならもう泊まった方がいいですよ代行で帰るより泊まった方がいいですんでしかもなんか値段めっちゃ安かったよねそう宿泊とバーベキューと酒ー飲み放題込みでお客さん飲み、うん、5000円でいいっていう話になってるんで5000円5000円さえあればその日もう,もうも泊まって,ってバーベキュー食いまくって酒飲んで引き語りで暴れてもうパックああそうで限界が来たら 屋上からワンフロア降りた5階でで寝ればいいんですよ<う><ー>屋上の下が、まあ、5階なんですけど、6階が屋上で,、うん、で、その下の方で部屋取る予定なんで。バッチ出<あ><え>今、5階全部屋押さえてます、仮で <laughs>。全部屋 <laughs> 仮で <laughs>。でもこれ、要するに今募集してるんですよね、あのー、来る人を。まあ来る人は見ても、ね、ぜひ、今聞いてるそこのあなたを募集してるということ。いろいろ、あのー、ホテル側にも予定があるので。 今月,今月中に連絡くれれば、い,いけます。よ名もうあの帰れないっていう時点で、もうみんな1個、たかが外れるんで、しかも北部にいるっていうので、旅行気分になって、また名護の街も素晴らしいんですよ、普段行かないようなとこも。名護の街は素敵ですね。 街は素敵ですねっていうかアイパーどっか行ったんでしょ。う <laughs> なんで今ホテルの屋上の話しかしてないのになんで急に名古屋の街が出てきたんですか。そ <laughs> だけ言っておきます。いやなんか怪しいですよ絶対全然めちゃくちゃ怪しい。これはもう来てくれた人はわかると思います。来てくれた人もわかるし、あのツイッターであのアイパーのアカウントフォローしてもわかる。<laughs> まあ訂正してましたね僕は。なんとなくわかる、なんとなくわかる。まあまあ一応要約すると、その名古屋の名古のホテルの屋上で弾き語りバーベキュー酒。 やりたい放題できてそのまま泊まれて5000円のパックがありますよとでそのイベントも<お>、えっと、メカルジンさんも今のところあの前向きに前向きに検討そうですね今都合を調整してくれてるとこです公園から名場から <laughs> <laughs> 付き合ってくれるっすねそうそうまあそれ以外にもあの沖縄水晶連のレギュラーメンバーもー、はい、そうですねまあまあ結構みんな出るんでんかもう誰が来てもいいのでもし興味があったら皆さん遊びに来てほしいなっていう やらだったり、その10歳数教練だったり、イベントだったり、ぜひ来てほしい、ねそうですね。今月中に行ってくれれば、ちゃんとあの宿を抑えれるので、そうですね、早めに、うんあのー、連絡くれれば。あとはあの飲めなくてもいいですよ、全然、お酒をでででで。飲めなくてもいいしあの、ホテルの部屋があるんで、家族でも来れるんですけど、子供は子あは宿泊料金かからないので、全然家族で来てもいいと思います。家家族族でもこれれ普段ライブハウス行行きたいいけどって来れないとか そう,そういう人も気軽に来れるような感じになってますんで気軽には来れるけどね気軽には来れてその後に、ね、す,すごい光景を目の当たりにするようなこともあるんじゃないかなっていう <laughs> そうですね下田さんが屋上から落下したりとか落下それ,それを俺は心配してます,懸念してますねこっちも 田さんがから落下したらもうイベント終わりますからねおイベントっていうか俺的にはもう何か「<laughs> 下田さんが終わってしまう」<laughs> なんか「絶命」そうっすよ下田絶命ですそうっすよあの今まで生きてきたあのイベントこれをイベントっていうんだったらそれが終わりますね <laughs> 私はね1983年に始まったイベントはですね <laughs>、まあ、2021年に終われてるということでか <laughs> ん <laughs> あの水教練で <laughs> イン名古屋でしかも <laughs> <て>めでたく転,転落して落ちないよ <laughs> もちろんもちろん 落ちないでしょ今まで落ちてないんだから三十 <laughs> 何年間はさ落ちてないんだよ落ちないです私はいやこれ振りでも何でもなくて本当にもうそれ安全に行きましょう安全に行く安全にんでこの,あの最終形態みたいなの心配してるのかなあの <laughs> 今の話うんこよりまずいよ落ちないよ6階からはいやでも落としそうな人結構いるんですよその日 行かないそしたら俺行かんわ行くか6回からだいぶしないよこの下田さんが落ちながらモッシュピットじゃないんだよこっちはえ何ウおって言わないウォッて言わないでもいいんじゃないですかもうそろそろそうだね落ちてもそうだねもう十分行きたし多分落ちても木に引っかかったなビヨーンってなって絶対破れるよ多分水郷類の T シャツ着けてるけどあ ジンさんからも前向きに検討中ですとあ,ありがとうございます。神さんは聞いてるんだ。<laughs> よかった、変なこと言わなくて。<laughs> 危ないっすです。でも俺、純粋にあれですよメカルジンの曲とかライブとか結構ない,いろいろい <laughs> ますよ。<laughs> まあまあ、メカラなんだ俺メ。メカラメカラ。沖縄で結構いい線行ってってます。メカラ,あメカラですか いや今結構なんすかあのライブとか曲とか結構好きってことあもちろん、もちろん、そりゃそうだよね。そそ何を言うのかなと思って。で、一回もう一曲聞いてもらった方が良さも皆さんに伝わるのではないでしょうか。でも今、またメール全然知らない人ない知らない人というか、あのね、あのですね、知らない人じゃないです。ラジオネームが多分。そうですねメカル人は何人ですかって。日本人に決まってんだろ。何しょうもないこと言ったこいつ 殺しますか落ち着け落ち着けどうやメッセージをくれたリスナーだ日本人だし、メカル人だよそう、メカル人、そう、メカル人一曲言っていいですか行きましょうちょっとあの、曲紹介ちゃんとして結局僕のトモヤだよねえっと、次あの、またメカル人でジンさんの曲ギターライトニングギターライトニング、最高ちょっと人気の曲、僕の曲大好きで人気の曲、この人、あのこの曲好きな人多いっすちょっとあの私も好きだけど てみましょうかねっちょっと <laughs> ふな不慣れなもので不慣れっす <laughs> 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 の出しすぎなんだよあのね <laughs> ちょっとなじゃあ曲紹介します私 <laughs> もう一回流れたねいいねメーカルジンでギターライトニングはいどうぞ。 いいやっぱり最高ですね最高いい曲っす結構普通に来てて普通にふと聴きたくなるほんとに友哉なんかはこれあれもやはなんか思い入れがある曲ということで友哉友ともやちょっと後半30分超えたあたりから様子おかしいよねんか いや大丈夫ですよこれがもういや、2回目も強くなってほしい。1回目もさ、ンさんはあれですね、あの、あれ始まった、始まった。イーストマンは、実は、あの、1回も一緒にライブしたり、見たことないんですけど、そうね。ただ、あの、昔、あのグーフィ h o l i d っていう、自分の好きなバンドが入ってるコンピみたいな、オモニバスアルバムモニバスとかね、それをゲットした時に、イーストマンが入ってたんですよ。 あの沖縄からそうす「グーフィーズホリデーとわかる沖縄のバンドが一緒の CD 入ってると思ってもう,もうなんかその気持ちは分かりますそうそう当時何て言うんですかねか今はこう簡単に YouTube や何やらでそうそう、ね、ポンポン、ね、曲とか弾けるじゃないですかサブスクとかでそう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 いや昔ってそういうことないんで情報源がまあ CD だったり、まあ、雑誌のちょっとした文字だったりオムニバス CD はフリーペーパーを隅々まで読み潰したりそうそう 俺たちだったらあのゲットハッピーに行って黒島さんに「ゲットアペルゴー」「なんかかっこいいバンドいますか?」とかそうよねあおすすめはこれかな?」みたいなその時代ですよそうそう聞くまでわからないっていうそうだねだオモニバス CD 結構だいろんなバンドバッて聴けるからか情報収集にいいというか好きなちょっと気に入ったサウンドがいいバンドがあったら CD 買うみたいな感動をやってたそうそうしかも当時みんな金ないからそうじゃあ誰がこの コンビ買って誰かこのコンビ買ってそれみんなで貸し借りして聞いていいす、ね、あこれいいねとかでじゃあこれの単独音源買おうかなとかそうす、ね、アルバム買うまでねちょっと吟味するあのチャンスがあるもんならねジャケ買いとかもあったけどまあっていう、まあ、おっさんの懐かしい話もありつつちょっとまたメールも来ててあ,ありがとうございますほ、えー、と先ほどのラジオネーム中さんから、えっと、名古屋でしこたま飲んでライブ聞いて5000円で泊まりたい いい企画だけどホテルのベッドで台を漏らしてもオーケーあの多分ダメでしょダメだね多分シーツ代だけ出せばそんな積極的にはやらないでほしい漏らしに行ことしてる漏らしに行くのはちょっとねそうだったらライフに入いてくれよいいですけどね気持ち的にはいいっすよでも積極的に行きたい人になってるんで多分許してくれると思いますああやばいホテルホテルの人 トモヤは,は毎回なか何全部大丈夫って言うから、ね。すごいよね。<laughs> マー君とそんな変わらないと思うんだけど <laughs>。東だとあんま変わらないよね。どんな失敗し,しても大丈夫任せよってみたいな大丈夫だから大丈夫。いや<の>大事な気がしたけど、ね。俺は大丈夫なことしか大丈夫って言わないんで。あじゃあそうだよ。じゃあ大丈夫。だトモヤが大丈夫か大丈夫で。メッセージは Twitter とメールどっちがいいのですか <laughs> えっと。あはあ 短ければツイッターで,そうですね長文ならメールがいいですかねあ,あ,かあと FM の派の,あのホームページからいけるツイキャスでも、うん、ああス的に取れるので今回みたいのなのエピソード欲しい時はちょっとまとめてもらってあの割と長文のやつを我々まだもらってないので読み上げるという感じで <laughs> 挑戦したいねそうですね欲しい欲しいめっちゃ欲しいです、うん、でもあの短いエピソードが来ても こっちで勝手にあの脚色して、面白おかしく取り上げるんで。すみません、そんな実力あります。そんなできます。三回目の我々わでそんなことできます。大丈夫です。行けます。いけます。大丈夫出た出た、大丈夫出た、で、鳥羽は大丈夫ってことは大丈夫だからね。で、イエピーがあの持ってきてるこの告知してっていう。ああ、はいはい。なんだこれ。エンディング言っていいですか。エンディングね、エンディング来たよね。あ、告知の日。来た。十月二十九日の。お、十月二十九日。あ、来た来た。あ、圧巻ベーコンズ。 赤ちゃコンズこれってなんですか赤ちゃビーズじゃないですかあの多分ね二人とかでやるバージョンあなるほどそうそうそう沖縄のねあの赤ちイビーズの二人やるバージョンとかじゃないかな、ね、多分だと思いますよアッカンベーコンズとゴブリン音楽教室はいゴブリン音楽話しゅるいさんエンドモアエンドモアえっと場所はどこでしょうか10月29日の夜で場所は書かれてないです EAPT って書いてあるんですけどあなたのオチですか EAP さん E のなるほど。 この野郎<宅>この野郎家のパーティーをこの告知で持ってきたんですねすじゃあ全員で、ね、そうですねこの,この後ああそうですね全員でじゃあイエピーのお家にねじゃあ行けということでえー、っとひめり通りです <laughs> イエピーのお家で <laughs> あの台を全員漏らして台を漏らしたあそこオッケーす全然オッケーすそこは、OK、告知この流れで告知したんだからそうなりますよあなたイエあ e のおうに。そうですねじゃあ10月29でしたっけ a p 一ということで、はい、あともう10秒です。じゃあ終わりましょうか。ということで、ということで、今回またまた来週また来週ね。お願いします。ありがとう水郷連。お願いします。